ソウル駅駅は大韓民国ソウル特別品格区と立山区にあるソウル交通公社の駅。地下のソウル駅駅は地上のソウル駅と異なり、駅の字も駅名の固有名詞に含まれている。また当駅は地上にある韓国鉄道公社のソウル駅と区別するため地下ソウル駅と呼ばれることも多い。1号線、4号線のソウル交通公社所属の 列車の一部は当駅で始終着する。当駅は1.4号線ホームと乗り換え通路を含めるとの形をしている。1号線は、島式ホーム1面2線を有する地下駅で、フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。当駅から南に進んだところで地上に出て、京府電鉄線に乗り入れる。また、ソウル交通公社1号線は直流電化。 京府電鉄線は交流電化となっているため、デッドセクションが地上に出たところにある。4号線と乗り換える場合、ホーム南端にある階段を上り、左側にある乗り換え通路を通らなければならない。地上ソウル駅にある京府電鉄線 B 級公用ホームに行くにも、ホーム南端にある階段を上り、その後直進する必要がある。4号線も島式ホーム1面2線を有する。 地下駅でフルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。1号線と乗り換える場合、ホーム北端にある階段を上り、乗り換え通路を通る必要がある。化粧室は各線の改札外の改札外に1カ所ずつある。出口は1から14番と9から1番の計15カ所あり、そのうち1番出口は地上ソウル駅方面、9から1番出口は ソウル駅バスの理解センター方面に行くことができる。2010年における首都圏電鉄1号線の直通運行による、京府線からの人員は1日16万2463人、京府線への人員は1日16万4170人であり、これらの数値を含むと1日乗降人員は79万5900人である。近年の1日平均利用人員推移は、 下記の通り駅周辺の様子 AB これより先は韓国鉄道公社管轄京府電鉄線と相互直通運転 セルッチバルイコール&、ステシャニドイコール 0150&、メインラインイコール12010年、鉄道統計年報4、輸送首都圏電鉄旅客輸送30、首都圏電鉄駅別旅客発着通過表 AB。ありがとうございます。